白い恋人パークエアナイトセッション It's Nero B. Saint! You've got to dance good, you know, man! さあ、本日もこのナイトセッションナイトショーに始まります。本日も北海道の海がありますスノーボーダーのスノーボーダーの決勝プロに行ってもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西川プロ、今日は声が出てますね。今日は出ますよ。さあ、毎回で毎日校外セッションすごい盛り上がりを見せております。これからね、ベテランスノーボーダー、そしてヤングキッズ、ヤングが勢いのあるスノーボーダー、ベテラン対ヤング、いろんなスノーボーダーがね、セッションで飛んできます。約60分間のナイトセッションと時間ありますんで、寒い中だとは思いますが、皆さん、この雪祭り会場、大通り8丁目会場のパークエア、存分に楽しんでいってください。さあ、それではマズライダードカッときたぞ、勝ち松井、ノーマザーボード MC でおなじみの松井勝ち。今日はね、コスチューム変えてきてます。さあ、そしてアンディーこと安藤ケンジ、イエーイ、キレッタクイーン。さあさあさあ、今日はね、あのパウダーコンディションですから、各ライダー雪煙上げながら滑走していくと思います。さあ、続いてヤッシーことヤシロカッシー、オッケーとスタート。ゆっくりとしたバックサイドの360。さあ、続いてはタッキーだ、タッキー、札幌出身タッキーこと滝沢圭一。そんなの関係ね、おクレイル狙いだったか。そうですね、今クレイル狙ってきましたね。まあ、かくらいだ、まずはウォーミングアップを変えて1本目飛んできます。さあ、続いて渡辺慎一、もう人生の半分クロスノーボーダーに続ける男、中学生からワールドカップを転戦していた渡辺慎一。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、everybody、 そんなの関係、そんなの関係、そんなの関係ねえ。おっと、何やらはしごが出てきたぞ。どうしたんですかね。まずはリップ、そしてそこに、あ、そこにいてはちょっと絡みが起こる可能性があったということで、どうか。さあ、カメラクルーなども正面スタンバイできました。さあ、それでは新一、渡辺、イエーイ、いや、しんちゃんがね、本当にね、もう昔のレジェンドスノーボーダーの全てをもう持ってますから、はい、はい、さあ、続いて、お、大会初日、1回目かな、大会で1位抜けした若干18歳の山口慎太郎、盛り上げます、フレッシュです。さあ、フレッシュなエア、もうなんかカメラ持ったままか。いえ、カメラを持ったままこの観客の中に浜松城